はい、おはようございます。川原農園です。今日は菊の挿し木を、増やしたいと思います。はい、こちらは、昨年、広島県の、方から、菊を栽培している方からですね、挿し芽をいただいた、ものをから、株を、作って増やした、挿し木のですね、ものになります。これが材料ですね。昨年の8月頃にですね、ちょうどお盆頃に栽培をしてきた夏菊になります。いろいろとスプレータイプと黄色、紫、白とかいろいろと咲く菊になります。この苗を育てて11月頃に咲き終わったものをマルチにから剥がして、で株元から5センチぐらい切ったものをこのような床を作って、で寒い冬の間土をかぶせて、そしてビニールトンネルみたいにですね、アーチパイプを組んで、ずっと、育苗してきました。自称育苗ですね。でこのように今はかなり大きく成長してきました。綺麗ですね。育苗している時は、ここへアブラムシがたかりますので、アドマイヤー流剤を周りにパラッと薄くかけておきました。アブラムシが結構多く出てきてますが、今のところついてませんね。高さ的にはこの地面の下からだいたい30センチぐらいまで大きく成長してきました。これを今からハサミで切り取って、刺し芽を全刺し木として取っていきます。じゃあ作業の方進めていきます。じゃあ、あっちゃんさんお願いします。ちょっと斜めがいいですね。雨がかからないように。じゃあこの辺りを使って、やっていきましょう。はい、もう一度、今地面の高さからですね、下から株元から、まあ、大きなもので40センチまで出てます。で、節数で言うと、この葉っぱの枚数で言うと、だいたい1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚ぐらい大きな葉っぱが展開してきています。で、今、今年はですね、これ初めての挑戦です。これがうまくいくかどうかというですね、楽しみですね。で、ちょっと先ほど広島の方から、やり方を教わった通りにですね、やりたいと思うんですが、だいたい手で軽く折れるところで、パスンとやってもらっても大丈夫だということです。ちょっと今回初めてなので、ハサミでちょっと丁寧にやらせていただきます。大体の高さ、使うものは10センチぐらいからなんですが、ハウスの中でまた調整していきますので、ちょっと長めに切っていきます。大体20センチぐらいで私は、摘み取っていきます。ハサミでですね、ざっくりと。で、今日は雨が降っているので大丈夫なんですけれども、とてもカッと照っている日、切り取った後はもう水分を吸うことができないので、しおれてしまいます。それを防ぐために、水などを張っておいたところにこれにつけておくといいですね。はい、冬の間、伏せ込んで株を引っこ抜いて根っこだけにした状態ですね。で、少し5センチだけ枝枯れたものがあるんですけれども、そのまま土を寄せて、育ててました。芽が出てきたのがビニールトンネルやって暖かかったので、今年は3月ちょっと前ですね、2月の下旬ぐらいから芽が出てきました。で、4月3月の中旬頃になると勢いよく伸びてきますね。なるべく大きなものからとりあえず取って、取ってもまた脇からどん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 出てきますので、小さい苗はまだ残しておいて、大きくなったらまた取る方がいいと思います。はい、このように切り口を水にとりあえずつけてですね、じゃあこれでハウスの中に持って行って作業したいと思います。はい、それではこちら、が培土になります。挿し木として増やしていくために、今までは水穂 N120 など野菜専用のものを使っていましたが、
バイドに関しては、それぞれ、お好みのものを使ってみるのもいいと思います。私の方で、はこちらピートモス、坂田さんのプライムミックスというものを使います。いろいろと野菜にも、使っている農家さんもいらっしゃいます。これは 100% ピートモスですね。そしてこれの他にですね、もう一つを使います。はい、こちらです。ネオカルオキソというものですね。はい、これは土壌用の酸素供給剤という資材になります。はい、こちらはちょっと水濡れ厳禁なので、取り扱いはちょっと注意してください。畑にもですね、主に使っている、使うものなんですけれども、まあ、植物に、発芽するときに根っこが出るときですね、また花を咲かせるとき、また実をつけるとき、特に酸素を必要と、すると言われております。ということでこれを使うんですが、ネオカルオキソは緩やかに、分解して長時間活性な酸素を供給し、微生物の働きを活発にしますので、まあ、土壌を理想的に改善しますということです。はい。で、これをこちらのピートモスと一緒に混ぜていきます。割合としては、ピートモスを6、ネオカルオキスですね、酸素供給剤、まあ、流剤タイプなんですが、こちらは4で、混ぜ込んでおきます。これは10リットルの、バケツですね。はい、これがざっくりと6ですね。10リットルに対して6。はい、そしてこちら、ネオカルオキソを4入れます。こんなもんですね。はい、これを攪拌していきます。はい、それではこれをまんべんなく、混ぜていきます。はい、だいたい均一に、混ぜたところで、ちょっと水を加えていきます。で、またよく練ってください。で、この水の量なんですけれども、だいたい混ぜていただいて、ギュッと軽く握って、このぐらいですね、玉が、崩れない程度で、またべちゃべちゃになりすぎるようでしたら、もうちょっと足してみてください。はい、それではこちら、酸素剤と、ピートモース、そして水を加えてよく練ったもの、出来上がりました。はい、次はこちらですね。これが、ポットになります。これは野菜でも使っている128個穴が開いた128ケツ、セールトレイになります。はい、もう一つが、こちら育苗シートですね。はい、これが根っこをこのトレイから出るのを防ぐために、この育苗箱ですね、育苗箱の中に引きます。はい、で、そこでこの128ケツセルトレイですね、これを引きます。そこへこの先ほど作ったバイドを入れていきます。ね、穴にまんべんなく入れ詰めていきましょう。
今これ作った、バイドは野菜の鉢上げをするときもしくは、接木した苗とかですね、の鉢上げなどにも使えます。主に花を栽培している、農家さんですね、使うような、資材になってきます。で、余分なバイドを下に、すり切り板ですね、落としていきます。で、縁に泥がついていることがありますので、きちんと落としていきましょう。はい、今ざっくりと、詰まった感じなんですけれども、菊の苗は結構太くてがっちりしてますね。もうちょっと短く切るんですが、刺した時に倒れないようにするために、今、ふわっと詰めた土を、結構強く、詰まるようにですね、少し叩いておきます。はい。叩くことによって、バイドが密着、下にですね、落ちました。そうすることによって、足りなかったところ、くぼんでますね。はい。ということで、もう一度上にバイドを乗せていきます。きちんとバイドを広げていただいて、でまたすり切り板で余分なバイドを落とします。はい、これで刺し目をですね、作る、準備が整えましたので、こちらをやっていきます。はい、それではこちら挿し木の方を、高さを揃えていきます。これ先ほど収穫、取ってきたものですね。はい、今長さが、まあ、大体で取ってきました。今20センチちょっとぐらいですね、あります。で、この外側の葉っぱですね、これを3枚か4枚ぐらい残して、積んでいきます。1枚、2枚、3枚、1、2、3、まあ、4枚ぐらいですね。だいたい高さ的に10センチぐらいの大きさが、ちょうどいいかもしれませんね。はい。ここがちょうど、3、4枚ぐらいの大きさです。はい。こんな感じですね。ちょうど10センチぐらいです。はい。で、切る場所はだいたいどこでも大丈夫です。10センチぐらいのところで、ここで切るときは一つポイントなんですが、斜めにハスに切りましょう。はい、切り落としました。こちら余分なものになります。はい、切っていただいたら、ここまでですね。ここまでがまあ4枚目になりますので、ここ下は刺すところになります。ということで、ここはバイドの中に入ってしまいますが、葉っぱをつけたままバイドに刺してしまいますと、これが枯れて邪魔になったり、もしくは病気の元になってしまいますので、土に入るところから出ている葉っぱ、余計なものは、ここはかき取ります。はい。こんな感じですね。これを作っていきます。作っていくときに、まあ大体のところで一つを作っていただいたら、合わせて、同じ大きさで発芽しているものは、だいたい葉っぱの枚数が同じになりますので、4、5本束ねて、で、同じ長さでハスで切っていただければ、いっぺんに苗が作ることができます。はい。そしてこれも、同じところか、下からですね、バイドに埋まるところ、余分な葉っぱはすべてかき取ります。はい。これでですね、一度に、たくさんの苗が作れました。はい。こんな感じですね。これが、挿し木になります。じゃ、これを使って挿していきましょう。はい。挿し方はとても簡単ですね。はい、128ケツスレートレイを置いていただいたら、右利きの方は左奥から刺していきます。刺すときはまっすぐ、この枠の中心にまっすぐ刺していきます。はい、こんな感じですね。
はい、こんな感じで挿し木、ね、バイドに挿した状態で、これで終わりになります。あとはこのまま全部すべて同じように挿していきます。はい、これで刺し目、が完了しました。これが刺し木となって、ある程度1ヶ月ぐらい育苗をしてくると根っこがですね、軸から出てきます。それを今度は定植をしていく、苗となるわけなんですけれども、1ヶ月育苗をしていく上で、最初にまず刺し目した後にですね、こちら酸素液MOX というものを私の方で扱います。まあ、これも初めて使うものなんですが、これをじょうろで希釈したものですね。先ほどは流剤タイプ、土に混ぜ込んでやる粒剤タイプの酸素剤でしたが、今度は液体タイプの酸素剤、まずはこれが溶け出す前までに、根っこにですね、酸素をきちんと軸にの方にですね、酸素を行き渡らせるためにこのようなものを使います。まあ、酸素剤というものですね。これは100倍で希釈していただいた水を、まあ、じょうろですね、上からさーっと灌水代わりにですねします。最初はポットの底から水がたっぷりと滴り落ちるぐらい、これで与えていきます。はい、これで菊の、刺し目、作業がおしまいです。とても作業の手順はたくさんありますが、作業一つ一つ自体の、難しさはそんなに難しいものではありません。ハスに切っていただく、そして葉っぱバイドに埋まるところはかき取っておくということですね。で、これの今後の育苗管理なんですけれども、1ヶ月にわたって育苗していくんですが、最初バイドに刺していたばかりはですね、これが葉っぱが、しおれてしまうことがありますので、夏野菜と同じように育苗管理するときは、上に直射日光が当たらないようにシートなどでかけて、暗室を作ったところで1週間ぐらい管理してください。 できれば2枚ぐらいですね、重ねて保温にも努めてあげる。で、暑すぎるようであれば日中は少し換気をして、中が蒸れないように、35度40度といった高温にならないような、管理で1週間ぐらい様子を見てください。で、それから少しずつ根っこが出てきたなぁと思ったら、上にかけてある、コモやシートなどを少しずつ減らしていく。で、最終的には、何もせず、直射日光に当ててがっちりとした、苗に仕上げていくという形に、してください。はい、ということで、今日は菊の、挿し木のですね、増やし方ということで、ご紹介をさせていただきました。はい、僕もこれが最初の、栽培方法となりますので、またわからないことありましたら、またコメントなどください。そしてこのやり方を特に詳しいよと、知っているよと、今私はやっているよと、菊栽培をしているよという方は、いろいろとアドバイスなどもいただけると嬉しいです。この動画いいと思う方、高評価ボタン、また、チャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。